はい、早速、ムービーから見ていただきました。以前からお伝えしてた、バレットのホースレザーですね、フルベージュのモデルの馬革のジャケットがね完成しましたので、そちらを着用したものを先ほど見ていただきました。で、今やらせてもらってこのバレットというシリーズは通年というか売り切れとかがなければ、常に買える状態で、またなくなってもまあ補充はしていくので、限定っていう形で販売はしてないんですけれども、こちらのホースに関しては今までのものとちょっとね、製作過程が違ってきまして、ずっとねこう定期的に作るっていうのが難しいので、限定という形で今回作った限りのものの販売となっております。で、この限定っていうのももしかしたら来年もそのホースレザーっていうものを使って、製作することができる可能性もあるかもしれないんですけど、とりあえず全く同じ革っていうのはもう今回限りになります。で、今回のモデルは、今まで、ずっとね牛革でやってきたものを馬革にしているプラス、フルベジタブルタンニンなめしのもので、今回はですね、まあ超有名な、姫路のタンナーさんのところでなめしてもらった、革になります。まあ本当はここでは言えないんですけど、革ジャンで有名なあんなブランドも、そこで舐めしてるような、場所になるので、革の質っていうところではもう言い訳ができないぐらいのところまでの革を使わせてもらってます。で、牛革から馬革にチェンジするっていうのプラス、革の厚みがですね、今までは 1.3 ミリでやってたものが今回は 1.4 ミリになります。まあ、0.1 ミリなので着用感がすごく変わるかって言われたらそこまでは変わらないんですけど、まあまたね、牛から馬に変わった時に、ベストな厚みっていうのがまた若干変わってきたので、牛革で 1.3 って思ってたベストのものから 1.4 に変更はしてあります。で、あと大きな部分で言うと、今までの、牛革でのフルベジタブルタンニンなめしのものは浸透臭って、革のね全部表面から裏側まで全部黒にね染めてるような染め方なんですけど、今回のは写真のモデルになります。まあね、革ジャン好きとかブーツ好きの方はね、写真っていう、表現はね聞きなじみがあったりとか、理解はできてるかなとは思うんですけど、あんまりこう分かんないなっていう人のために軽くだけ説明すると、革はねこの製品にするときに色をつけてね販売してるんですけど、その色をつけるときに、例えば今までのこの、ブラックとかだともう均一にこの厚みがあったら表面もそうだし中もしっかり染まるように全部黒につけて染めてるんですけど、茶芯のものは、ベースを茶色に染めてあって、で表面の部分だけ黒く、染めたり塗装したりしてあります。なので、そこが擦れたりすれば中のね茶色が出てくるような仕様になっております。まあ岡染めとか言われたりしますね。まあなのでこうシワが入った凸凹があって、その凸凹の出っ張ったところがより擦れていって黒と茶色のコントラストがまた出てきたりとかしてね、そういうのを経年変化で楽しんでいる方も多いんじゃないかなとは思います。でね、実際この製品を見ながら説明していこうと思うんですけれども、茶芯なんですけど、パッと見はねそんな茶色い部分が小刃の部分が出てくるっていうことにはなってません。っていうのもまあ、リュウグウレザーもそうだし、バレットのシリーズもそうなんですけど、クロムのものはね、ほんと4万円で買えたりとか、結構ね、安くっていうイメージもね、強いんですけど、割とね、作りはしっかりしてて、こう、ジャケット作るときに、こうね、2枚貼り合わせて基本作ってるんですよね。で、貼り合わせて作るときに、この断面がね、ザラザラっとなったりとか、バラバラして見えるんで、ここを、こういう風にね、折り込んで革の全部表が断面に見えるように塗ってあるんですよ。なので、基本的にその小刃部分の茶色が表に分かりやすく出るっていうような茶芯のモデルではありません。ただ一部例外の部分で言うと、こういう付属のパーツとかこういう部分は断面のこう茶色が出てきたりとか見えたりします。なので茶芯のレザージャケットでも茶色部分が全くね表面に見えないで着ていった時にかなりこう差が出てくるようなものだったりとか、あとは
両面さっき言ってた重ね合わせるときに表に来る部分だけ巻き込んで縫ってある。で、下の面は、巻き込んでないっていう部分になると下のところだけ写真が出てきたりするので、そういう縫い方のジャケットもあるので、そういうのは分かりやすく見た目で、あ、写真のレザージャケットだなって分かりやすくなってるんですけど、バレットのジャケットに関しては両面巻き込んで縫ってあります。まあ、僕個人的にはそんなになんか分かりやすい写真の見せ方がしたいわけではないので、あくまでこう気に入っていただいた方の、購入のバリエーションの時に、まあ、馬側とか、牛側で選べる。で、プラス、まあ、写真が選べるんだったら写真がいいっていう人もいるでしょうし、僕も実際バレット着るようになって、フルベジの革ジャンっていうのにすごくこう愛着が湧いてくるようになったし、こうなると写真も欲しいなっていう欲も出てきましたし、っていうところで今回制作させていただきました。で、ラインナップは01、02、03と3種類になります。デザインはね、全く一緒です。ただ先ほど言ったような革の質の部分が違ったりとか、わかりやすいのはちょっとね、裏地が全部違います。ちょっと01から見ていきましょう。01の裏地はですね、ちょっとオレンジっぽい、朱色っぽい感じのね、発色のいいもので、鳥のね、柄になってます。結構ね、インパクトの大きい色かなとは思いますね。まあ、もちろんこれは裏地なので、表で着てる分には一切見えないんですけど、まあ、ちょっとね、風になびいた時にちらっと見えたりとか、あとまあ脱いだ時のね、自分のテンションとかも若干変わってくるかなという部分。まあ、見えないところっていう考え方をした時に、まあ、遊んでもいいかなと思って今回、柄物をね、使わせていただきました。で、01のこちらの柄は、シルクの素材になります。はい、で、今度02のインナーになります。02はね、またちょっと雰囲気が違って、パッと見ね、同色のネイビーと、オレンジみたいなね、柄なんですけどね、虎が入ってるんですよね。これがすごい可愛くて、なんかね、02はもう絶対これ使いたいっていうのがあって、で、01、03に関しては同じ素材なんですよ、シルクなんですけど、02に関してはね、ポリエステル系のね、素材になってます。まあ、シルクに比べると少しザラッとした質感にはなるのと、あとはやっぱり素材の特性上こう伸びるんで、またちょっとそれはシルクとも違うメリットだったりもするかなとは思います。ただ今回に関してはもう本当にもう色合わせというか、イメージ合わせというか、まあ、本来はこうシルクね、01と03使ってるんで同じシルクでどうしても探したかったんですけど、もうこのね、なんか02のこの柄っていうのが捨てれなくて、そこはちょっとずれちゃったんですけど、でも自分の中でもね、同じシリーズですけど一個ずつ別の思いがあって作ってるものだったりするので、なんかね、この02にはこの裏地を合わせたくて、ちょっと素材違いですけど02はこういうね、裏地を使っております。はい、で03は、先ほど言ったみたいにシルクの素材で、黄色ベースのね、花柄になってます。ただなんか、こう、ちょっとラブリーなね、可愛い花柄っていうよりは、男が着てもね、ちょっと上品に見えるんじゃないかなと思う柄と色合いだったので、03はね、こんな感じの裏地にしております。で、ちょうど僕今、ベジカウの03を着ているので、このベジホースの03とね、ちょっと比べていきたいと思います。まあ、革っていうところに関して言えば、まあ動画で、どこまで伝えられるかわからないんですけど、バレットのベージュカウのモデルっていうのは割とスタートの時点、買ったすぐの段階では割とマットな質感になってたと思います。で、僕もそれを狙ってそこから着ていくことに、擦れていくことに、ツヤが出てきたりとかっていうのを楽しんでもらいたいということで、初めからこうラッカーとかで、ツヤを出すっていうのはせずに、なるべくこう素の状態に近い、ほんと染めだけの色、人工的な光沢を初めからつけないっていうやり方でやってたので、で、そこから着込んでちょっとこう変わっていくような感じだったんですけど、ホースはですね、元のキメの細かさもありますし、こう茶芯の革の特性上、染めだけっていうよりは上が塗料だったりするので、少しね、スタートから程よい光沢がある感じになってます。なんで、まあ僕がちょっとね、03がちょっと着込んでる
状態なので新品よりはもうツヤも出てますし、それと比べると今まだ着てる回数の少ないねベージュホースとちょっと近いかなといった感じです。これ今こっち着てみましょうかね。はい、ちょっとねホース着てみました。まあ、わかんねえよって言われたらまあそこまでなんですけど、あのまあそこがすごく、違いを見せたい部分でもないというか、なんかこればっかりはもうそこのディテールの何にこだわりを持って何にお金を使うかっていうところになってくると思うので、まあそれこそデニムだと製造年が気になったりとか、まあ、ボタン裏の刻印がなんだとかステッチがどうのとかそういうとこまで、気にしてね、まあそれだけでもすごいね値段の開きがある中で、皆さんこう楽しめるような状態だと思うので、まあ黒もやっぱりねだいぶ違います。あの革の質感も違いますし、特性が全く変わってくるので、フルベージュのもので今比べてるんですけど、まあ分かりやすい差で言うとそんなにはないと思います、その表面で見た時に。ただ比べて横で見たらやっぱり違うなっていう感じだし、自分も今までベージュ革のモードを着てて、ホース着たらちょっとやっぱ違うかなといった感じです。あのこれはもう感覚的な話なのでどうしても言語化するの難しいんですけど、ホースの方が少しね硬さというよりは張りがあって、ただ着て馴染むのはすごい早いかなといった印象です。なんでこっちのベジカウよりも 0.1 ミリ厚いんですけど、なんかしなやかさも感じる革かなとは思ってますね。でやっぱりシワの入り方も若干違いますし、着込んだ時の雰囲気、まあ回数が一緒じゃないんでどうしてもあの同じ条件でっていう比べ方ではないので、これはもう本当に僕が着た直感でしかないんですけど、革ジャンとかやっぱり男臭さやぼったさとかもあるようなものだとは思うんですけど、この馬革に関してはちょっとね上品さも感じるかなといった質感になっております。でおそらくまあ今あの着始めの状態、僕もまだね、でも今年できたものなのであの着込んだっていう言い切れないんですけど、あのここからまたほんと数年経って着込んでいった時に擦れていった部分とかが、変わってくるので、着込めば着込むほど、クロム、ベジカウ、ベジホースと全部こう差が出てくると思います。それこそ新品の状態だとあのあんまりね革じゃん詳しくない人とか革の製品のものに関して詳しくない人とかは、クロムのものの方があの高い革に見えたりすることも全然あると思うし、僕も友達とかにそうやって言われたりするんですけど、やっぱ年数経てば経つほど差がどんどん出てくるものだとは思うので、そういうところにあのお金をかけるか楽しみを持つかっていうところだとは思いますので、金額が高いものが一概にいいものとは言いませんし、まあ、僕も初めてではないんですけど自分のベストのデザインの、フルベージュの革ジャンを着てしまうとちょっとクロムにも戻れないなとはなってくるので、そこも一つねロマンだと思ってあの解釈していただければありがたいです。あとはすごくこう違いの部分とか気になる方は、前のベジカーの時のムービーと比べていただいたりとか、あとインスタとか、あとは販売のページが完成すればそこにあの細かい部分の写真とかも載せてますので、そういうところを見ていただければなと思います。でですね、先ほど言ったみたいに数量は限定になってしまって、また来年、同じようなホースで写真のものが作りたいってなった時に全く同じ革がもう選べないのと、あとは下手したら同じタンナーさんにお願いできないとか、この企画自体が本当1回きりかもしれないし、それはもう本当にその時その時で変わってくるので、一応もう全くこの状態のものは、今回限りとなります。なのでまあ限定って言って煽るわけじゃないんですけど、あのもう同じようなプロダクトではできないかもしれないです。もしできたとしても値段も上がるでしょうし、っていうことはあのリュウグさんから言われてたのでそこだけご了承ください。で、まあすごい重要な部分ですね。価格ですが、税込みで129,900円になります。まあ安くないですよね。そりゃそうです。こちらのベジカウはね、10万以内でっていうのギリギリで作ってるような感じだったんですけど、今回のものに関してはまた日本で舐めしてもらって、それをまたね、リュウグウの自社工場のパキスタンに送って作ってっていうところで、かなり変わりますし、革の質のとこで言うと、もう本当にもう自分がバレットやっていく上でマックスかなって思うくらいいい革です。なのでもちろんこれが
今までね、YouTube 見ていただいた方とか革ジャン好きな方が129,900円全然安いって思うかは本当人それぞれだと思いますし、ただまあ今までこうバレットっていうシリーズを見ていただいて、例えば今までクロムだったけど一着は、ベージュのものが欲しいってなった時に選択肢の一個として考えていただければなと思います。なので、数はやっぱり少ないです。僕もそんなにねこれがバンバン売れるとは思ってないので、安くはないものを作っているっていうのも分かってますし、ただよりいいものっていう考え方とか、より選択肢を多くってなった時に、こういうプロダクトをやるときにこれぐらいの金額で販売しないと作れないっていうのはもう逆算してね金額が出てくるものなので、まあどちらかといえば無理して作ってもらったようなものなのでね、数もそんなに、基本的にはやっぱクロムがたくさん売れたりはするので、ベージュカウだったりこちらの限定のベージュホースもそんなに同じ数作ったりすることはできないので、結構少量の生産にはなります。で、販売日時が12月の6日、火曜日の20時から夜8時からの、販売で、リュウグウレザーの公式サイトから、販売開始になります。で、時間が経てば、また楽天だったりとか、他のサイトでも出すようになるんですけど、まずはスタートは、リュウグウレザーのサイトのみになります。で、翌日の、7日から、いつもお世話になってるねアンバサダーニューヨークでも少量の取り扱いになります。ただ今までみたいに全型全サイズを置いてもらうっていうのは、在庫の数的に難しくてですね、そこは現段階で僕は把握はしてないので、サイズの問い合わせだったりとか、そちらはねアンバサダーニューヨークさんに、聞いていただくのが一番いいかなと思います。なのでもう来週ですねに発売になります。ベージュホースに関しては、実はこうバレットをやり始めのね最初の企画の時から言ってて、まあ、クロムとベジで、分けたいっていうのはあって、それは実現してもらって、で、さらに茶身のものもって言ってたんですけど、まあ、初っ端でね、どんな感じになるかもわかんないし、どうしてもね、リュグレザーの工場が海外なので、革の輸入とか輸出とかね、結構制限があったりするんですよね。その中で、馬革をすごくスムーズにやっていくっていうのは難しいらしくて、で、最初は多分馬は無理ですってなってたんですけど、まあそれをこう無理言って少量だけだったらっていう感じでやっと作ってもらえたような感じです。まあこれは本当に自分が着た感覚だと思うので、今まで牛も馬も着たことがある人だったら性質の違いだったりとかある程度こう感覚的に分かる人もいるかなとは思うんですけど、まあそこは最終的好みですし、でもしねこのバレットの01から03の中ですごくこう気に入った形っていうのを見つけていただければ、長く着ることを見越してこうベージュのねモデルっていうのも選択肢に入れていただくと、やっぱりね同じ革ジャンっていうカテゴリーの中でやっぱりクロムとベージュだと別枠かなと思うので、最初はね硬かったりするしいい革だと思いにくいんですけど、でもやっぱりクロムの馴染み方とベジの馴染み方って結構感覚的に全然違うというか、もう本当に自分にしか合わなくなってくるぐらいの変化をしてくれるので、まあもちろんクロムも柔らかくなったりとか型がついたりはするんですけど、ね、やっぱりシワの入り方とか自分の体にフィットしていく馴染んでいく感じっていうのはやっぱりベジは強いので、まあ、もしかしたらバレットの最大の魅力って言ったらクロムの方かもしれないですけど、価格に対してのあの革の厚みだったりとか、なかなかねあの価格ではできないことをやってもらってるなっていう感じなんですけど、でもやっぱこのベジカウだったりベジホースだったりとか、またグッとね革ジャンの楽しみ方が変わってくる部分だったりするので、ぜひね検討していただければと思います。まあせっかくなんでちょっと今改めてこの明るいとこでね1から3まで着てみましょうかね。今日はねデニムと T シャツなんですごくシンプルで見やすいかなと思うので、イメージはしやすいと思います。まあね一番シンプルな01ですけど、まあほんとこの革のキメの細かい感じとか
馬特有のね張りの光沢とか、まあ、シンプルな分そういうところはねより感じるかもしれないですね。これ01になります。はい、これは02になります。ちょっとベルトとかねまだ馴染んでないので硬いんですけど、でねこれがまだね着てる回数が少ないベジカウのものになります。ホースのモデルはまだねあんまり02着てないんで、まあ、全く新品の状態ではないんですけど、同じ革でもね若干違うんですよね。なんでベジカウの方が、着込んでない時は割とこう艶消しというか落ち着いた印象の見え方なんですけど、ここから着込んでさっき僕が着てた、03みたいにちょっと光沢が出てくるような感じになっています。なんで同じようでもやっぱり違いますよね。こういう付属のこういうところのね断面はちょっと茶色に出てくるようになってますね。であとはちょっとこういう分かりにくいかな、ちょっと擦れた部分だったりとか、ステッチの穴だったりとかそういうところでちょっとね若干茶色が見えたりするところもねすごく、ね、嬉しいですよね。まあ03はさっきも来ましたけどね、これはこんな感じです。で03はね袖口の部分のデザインがちょっと違うんでこういうところにも、コバが出てきたりしますし、あとこの付属のエポレット、ここの断面がまたね茶色が見えてたりします。だからまあ全体的に見えてるわけじゃないんですけど、こういう付属のパーツの部分とかでちょろっと見えるところからスタートします。03は特にこうパーツが多いデザインなので着込んだ時のその写真の出方とかは一番、パーツパーツで多くなってくるかもしれませんという感じになっております。まあ、普段ね自宅で YouTube 撮ってるんで結構暗いね雰囲気だったりするので、ここはまだね明るく撮れるかなと思って黒いジャケットなのでね明るいところで撮ってみました。まあこの動画でこう見える範囲以外の部分だったりとか、もうちょっと寄りの部分だったりとかは、販売ページだったりとかビベカのねインスタグラムで、バレットはバレットでまたねインスタグラムのアカウントも作ってあるんで、そちらも覗いていただければ動画でちょっと分かりにくかった範囲ももう少しアップで見れたりするかもしれないので気になる方はそちらもご覧ください。あの最後日時だけもう一回しっかり言っときますけど、12月の6日火曜日の20時から販売スタートになります。まあ本当少量生産なのと、01から03の、サイズごとにもう数が決まってるので、早く売れるサイズ残るサイズっていうのが、読めない状況なので、まあ、ご検討中の方は早めにチェックしていただくようお願いします。今日もありがとうございました。